います。長期投資アクティブファンドとかですね、についてご質問いただいてます。アメリカ株と日本株どっちがいいんですかと、安全なものどっちですかと。まあ、あと、長期投資、が安定する理由っていう感じなんですけども、まあ、SP500 とかね、インデックス投資っていうのが、結構、日本人にも、まあ、少しずつ、こう、正しい知識が浸透してきてるんですけども、とにかく、まあ、投資の神様、ウォーレン・バフェットも、一回、投資したらもうずっと放置だと、のが基本だと、まあ、自分もそれでやってきたっていうふうに話してるんですけども、まあ、アクティブファンド、いわゆる売り買いをする、まあ、プロの、ファンドマネージャーと言われる人たちが、そのインデックス投資の利率に勝てないと。要は20年とか30年という期間で見たときに絶対勝てないというデータがあるんですね。まあ、それは今後も同じかなと思うので、やっぱり特に投資の勉強をする時間もない、その、リスクもかけたくないという素人の場合はですね、やっぱり長期投資、